サザンオールスターズの5作目のオリジナルアルバム「ムードマン」は1982年7月21日にレコードで発売されました。前作「ステレオ太陽族」から約1年ぶりのリリースで、本作ではキーボードの国本義弘が全編にわたってサポートに加わりました。また社会的なテーマを持った楽曲も発表され始め、中国残留孤児やロッキード事件に影響を受けた曲が制作されました。ジャケットの写真は写真家の半沢克夫がインドで撮影したヒッピーの男性で、それを桑田佳祐が面白がり使用する許可を得て採用されました。桑田はこのアルバムを退屈なアルバムと評していますが、それまでできなかったことですごくやりたいこともできたのは事実とも述べています。またムードマンはサザンが夏のバンドであることを決定づけたアルバムとして、その意味で重要な作品だと語っています。 The catalog number for Southern All-Stars Mood Man is VIH 28088